はい、原尻の滝の上に来ています。ここに道があるんですね。そして、橋があって、まあ沈下橋のようになっています。どんなに洪水でも流されることはありません。でここだってこれドーッと落ちてます。そうですね、このあその少し向こうもあれですね、あの橋の下からも流れてきます。ここです。あ、向こうからも来てる。そうして遠くに神社があります。吊り橋です。あそこから眺めます。こうです。人は、大野川の支流尾形川、大丈夫かな、道の駅、ここにお不動様、蕎麦屋さん、そしてこっち上なんだけど、面白いなっていうのはあっちの方にも、あ、これ鳥居ね、あれですよ、川がですね、あっちだこっちだってね、いろんなとこ流れてる。向こうからも来てる。このようにあたこたこたこた流れていろいろ分かれるから、この丸くいろんな筋で落ちていく、そういうことになっています。もう少し行ったら、祖母山が見えるかもしれない。はい。